なんだ？ん？どうした？盛り上がりが足りないようだな。キキキ、私がもっと盛り上げてるぞ。余計なことをしないで。何？え、なに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 ？え、なに？ハプリングマスが増えたってこと？え、なに？色が変わった。大変です。カメクさんが魔法でドッキリマスをパワーアップさせました。このスーパードッキリマスは危険です。止まらないように気をつけてくださいね。気になる。止まるなと言われたら気になる。さて、泣いても笑ってもあと3ターン。皆さん全力で頑張ってくださいね。ちょっと止まってみたい。私じゃない誰かが止まって。っていうね。悪魔のような。お、ナイス。ナイスなチョイス。呪われた。ワリオが呪え。めっちゃ嫌なやつ。ひゃ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 。あと7マス。を刻んでく。よし、来い。じゃあ、あと3ターンやけんね。とりあえず、持っとるアイテム使ってこ。さっき手に入れたアイテムが使えます。早速使ってみませんか？使えますよ。はい、ってことで、アイテム。隠しブロックカード。来い。あー、ちょっと待って。自動的に止まるのね。なるほど。くっそー。あ、コインは一応あれなんや。100が乾燥なわけじゃないんやね。増えた増えた。普通に増えた。ちょっとドヨンとしたワリを隣にいるのやめてよ。あー、ゼロ！ゼロはきつい。あ、でもアイテムマスそのまま使用できるんや。あ、なるほどね。じゃあ、イーマスに止まった場合はこれ、やっていきよったら、あとあとここでアイテムを回収してちょっと挽回していくこともできるとかそういう感じ？あ、サポートフォン使えます。かわいいサポートフォン。そのままなんかおもちゃになりそうじゃない？ロゼッタ来てよ、ロゼッタ。美女と野獣ですね。みんなで力を合わせればきっと勝利できるはずです。マジか。コインの手に入りやすさはトップクラス、最大数が8なのも素晴らしい。え、めっちゃいいやん。え、ずるいずるいずるい。私にも仲間が欲しいです。ちょ、ロゼッタ、姫チームとしてこっちに来るべきだと思うの。お？そんなにまだ役に立ってないねん。でもコイン手に入りやすいんか。どういう時に手に入りやすいんやろ。ちょっとよくわからんけど。お？ぴったりサイコロですって。これ目を選べるってこと？おお、選べてる。でもここからマイナス2でしょ？ですよね。ですよね。お、ありがとう、動かしてくれて。ちょっとだけ近道よりも花ちゃんを選ぶと。アイテムショップですよ、何か買っていきますか？うおー、金の土管。なるほど、スターの近くまでワープ。やっぱ終盤になればなるほどこの辺のアイテムを使っての戦略みたいなのが肝になってくるんかな。やめて。あー、やっぱり私ですよね。くわー、取られた。しかしそれでも圧倒的だから私。ミニゲーム、4人でミニゲーム。なんだ、ミニゲームの数多いね。おいしいパンケーキ。ふんふん。パンケーキを取れ。重なっていると取れないよ。星マーク付きパンケーキは3点。なるほど、なるほど。オッケー。手カーソルを動かすと掴む。重なっていると取れない。ちょ、待って。これで、あ、掴んで自分のところまで動かしていかんといかんわけよね。オッケー、オッケー。はい、準備、オッケー。いきます。星マーク付きがプラス3点。4人でめっちゃ食うやん、やば。なるべく、あ、星マークを掴んでいくべきだった。待って、掴むの下手くそか私。これで、あ、ちょっと待ってよ、私が取ろうとした星マーク、くっそ。あくっそ、強くね私。だってプラス3取ったのに。なんてこったい。みんな超重ねとるやん、やば。太るよ。
ふぅ。プラス2枚か。でも1位キープだから。ふん。ふん。さあ、ラスト2ターン。これ、ヨッシー、どうなんやろ、行くかな。で、パワフルダッシュ取っとったよね。最終的にそれ使ったらいけるもんな。お？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 ピーチスタート！ちょっとし、ちょっとしあれだ、パワフルダッシュ使うわ。出したサイコロの目にプラス5いきます。じゃ、これで、じゃ、普通のノーマルでいこう。プラス5やろ。来い。おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これめっちゃいいやつやん。あ、近道が通れなくなったのか。くすー。ちょっとだけ近道、あ、こっち通れるね。オッケーオッケー。行きます。よし。ちゃんとこっちの花ちゃんのアイテムショップにたどり着いたぜ。何か買っていきますか。ダッシュキノコ、毒キノコ、パワフルダッシュ行こう。買います。コインに余裕はあるので買います。いや、コイン大事。ヨッシーまで追いついたよ。やった。やった。パワフルダッシュ有能。この辺めっちゃアノマス集合しとるやん。やば。止まってくれんかな。あ、でも通り過ぎるんか。誰かしら止まってほしいよね。見たいよね。しかし自分は止まりたくない。できる限り溜まりたくない。みんな近道選ばんのよ。なぜ結構余裕があるんかな、気持ち的に。6、ちょっとね、今ねヨッシーに追いついたことによって私の気持ちにもだいぶ余裕が出てきた。しかしここでパワフルダッシュとか使われるとね。4人でミニゲーム。なんかこのさ、出とる部分のやつもさ、なんか見たことないのいっぱいあるもんね。お、狙え、コインスロット。いかにもな感じ。コインを集めろ。ゴム兵が出たらコインが0枚に。やだ！ジャンプ、ジャンプ中に押すヒップドロップ。あ、なるほど、なるほど。オッケー、いきます。あ、それで、こういう。なるほどね。じゃあ行きましょう。最高は5枚ってことか、これ。行くぜ！あれ、全然やった。ちょっと待って。間違えた。あー、ボムそこゼロになるんよね。きっつー。はい。よし。おでも一回ゼロになったのに、私、1位や、やった。やったやん。さすが。自分で褒めていくスタイル。イエーイ。1位キープ。じゃ、このままキープしていこう。最後までキープしていこう。ラスト、あ、そっか、これラストターンか。いよいよ最後のターンです。負けてる人、ここからが勝負です。アイテムを使ったり、コインを集めたりして、最後のボーナススターで目指す逆転です。ってことは、アイテム使ってくるかな。あ、使わない。マジで？え、あ、パワフルダッシュじゃない。土管使わないの？なぜ？あ、まあ、土管使ったところでか。土管使ったところで、近くに行くだけでゲットできるわけじゃないんか。ラストやもんね、これ。じゃあ意味ないんか。あー、ちょっと待って、普通にたどり着いてんだけど。ただいまラストスパート中でーす。さあ、スターをゲットしましょう。やめてー。あー、すごいです。ヨッシーさんが連続ゲットですね。これは。え、でもこれ、ターン自体はまだ続いとるよね。最後のターン。1位が私であることには変わらない。よし。そ、あの、コインの数でね。よし、追い上げ。待って、近くに来て、お願い。近づいてきてください。待って、めっちゃ離れてくやん。あー、超離れてったんですけど。なんてこったい。はい、ここです。ピッカピカのスターが待ってますよ。待ってくれよ。待ってくれよ。え、でもこれは、え、これはどう？近いの？パワフル出していきます？待って、使おう。23。きつくない？どう頑張ってもいけんやん。6出したところでいけんやん。くっそー。いや、しかし、止まった先で何かしらがあるかもしれない。
お、ここで6を出していく。ちょ待って、え、こっちでしょ、こっちだよね。はい、5コインで通してください。では通るがいい。ここで5コイン払ったところで私は1位ですから。戻ってきた、戻ってきた戻ってきた。あ、アイテム売り切れとかなるんや。あ、しかも6枚取られたなるほどね、回回ってきたやばい、先をちゃんと見ないと、見ないと。あ、これマリオめっちゃ惜しかったやんね。もうちょっとあと1個向こう側やったらね、いけとった可能性があるのに。あ、すげえ、花ちゃん大繁盛やね、店あ、でもこれぐるっと回っていける可能性あったんか。なるほどね。あ、やべ、こう見たらわかるやん、ぐるっと回って戻ってきとるやん、くそーなんてこったい。お、でもこれラストターンよ。あ、でもそっか、これ使ってからのサイコロか。あー、なるほどね。そっかそっか、じゃあ全然、え、全然ヨッシー使えとったってことやん。あ、でもそっか、そっかそっか、使わんでもいけたんか。ただいまラストスパート中です。スタースターをゲットしましょう。みんなめっちゃゲットするやん。マリオさんやりましたね、スターゲットです。いや、私あの2連続でちょっと運使い果たしたのかもしれないうわー、スターゲット。ちょっと期待されてたマリオ、どうしたの。バッタンが逆立ちすることになるよ、見たいけどマリオが3位になった。さっきから3位だよ。さて、次に目指すスターの位置は、もうこれだってあとね、え、誰にも関係なくない？もう終わりやろ、ターン。今のラストやったけん。こちらです。コインを集めてきてくださいね。あ、まだワリオが動きよるってこと？あ、そっか。え、マリオ？え、違う。ワリオで終わりよね。はい、アイテム売り切れ。じゃ、これでもしめっちゃ近かったら、ワリオが、この一ターンの間で2個取る可能性もあったってことか。そういうこともできるのか。すげえな。あ、1対3、マジで？ラストで私1になります？積み木を崩せ。崩すの？一人ガン逮捕は次の橋まで時間、不利やん。そういうのって普通一人の方がさ、ちょっと楽にできるようにしてくれるんじゃないの？これ確実に不利やん。ずるー。ずるいと思います、そういうの。いや、でも私の方が余裕やな、なんか。あ、あれか。みんな、なんか、弾が小さいんか、あの三人の方。弾が小さくって、なんか、軽いけん、あんまり倒れん？当たっても、なんか、倒れにくそうな感じ。倒れる範囲が狭そうな感じやね。あ、じゃあ結局こっちが有利っちゃ有利なんか。なるほどね。ほらほらほら、超絶有利。重いけどね。動かすのめっちゃ重いけどね。イエーイ！やったね。大砲を撃ちまくるピーチ姫。かっこいい。これで何枚もらえるって？ 8 枚ですか。すべてのターンが終わりました。それでは結果発表です。あ、さっきの見せてくれんねや。いいな、私も仲間引き連れたかった。遺跡での冒険が終了しました。歴史を感じる伝統のバトルでしたね。それは分からんけど。さて、勝利の行方はどうなるんでしょう。私でしょ。え、違うことがあるの、もしや。それではまず今回のボーナスを発表し、ボーナス、それでなんか逆転とか。選ばれた人にはスターを、え、マジで一つ目のボーナスはアイテムボーナス。アイテムボーナスです。何？個数とか？アイテムをたくさん、あ、使った数、使った人がもらえるボーナスです。誰？さて、このボーナスをもらえるのはヨッシーじゃない？お、え、全員？あ、違う、マリオ以外。ヨッシーさん、ピーチさん、そしてワリオさんです。あ、3人は同じ回数やったんや。ヨッシーあんた使ってくれんでよかったじゃ、これでスターは3つ？でも、結局ヨッシーと同点なんよね。2つ目のボーナスは、あ、ボーナス1個じゃない。ハプニングボーナス。何ハプニングボーナス？ハプニングマスに一番多く泊まった人がもらえるボーナスですよ。あ、何？悪いことを起こっても、後から挽回できるわけや、こうやって。誰？さて、このボーナスをもらえるのは、あたし、やったー！ピーチさんです。
イエーイ、止まっとくもんやね。それではいよいよ優勝者の発表です。いやこれはもうね、私もドキドキしてきました。ヨッシーさん、ピーチさん、マリオさん、ワリオさん、今回優勝したのはピーチさんです。だって今のね、あのハプニングマス、あれで差がついたもん。やったぜ、コングラチュレーションズ、イエーイ、めっちゃ嬉しいんやけど。だってこれでさ、あれやろ、スター1個分の差がついてるってことやろ。ほらスター4個やったやん。マリオどうした？マリオどうした？詳細、ゲーム中でゲットしたスターの数はこれだけ。私赤マス、赤マスに止まったの私だけ？マジで？みんな止まってないの？どういうことだよ。ゲーム中でゲットしたコインは圧倒的167枚。マジでそんなに？そんなに行きました私。そしてグラフ、スターの数ね、この結果発表でぐんと私が。そして最終結果は私が1位と。やったね。ねえこれパーティーポイント1位になった2000。なんかいろいろあるっぽいね。ポイントというものが。ほい、ということで、はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、でもなんか一ターン一ターンがすごいボリューム多いね。ボリュームあるね。しかも一ターンの間にその2個とか3個とか取れる可能性あるってことやんスター。めっちゃなんか夢が広がる。何の夢やねんって感じだけど。